これはネジ花だって。小さい花がいっぱい集まって咲いてて可愛いな。うん、花の図鑑を作る宿題終わりそう。お父さん、手伝ってくれてありがとう。本当は咲たちと一緒にやるつもりだったんだけど、予定が合わなくて。よかった。図鑑、できたらお母さんにも見せてあげよっと。あ、私、バニラが食べたい。けど、まだ図鑑作り終わってないし。新しい花は、あ、ピンクの花がある。これにしよっと。何の花だろう。タブレットで調べて、あ、みんな今日は来てくれてありがとう。私の歌たくさん聞いていってね。どうしよう。お父さんのタブレットいじってたら、よくわからない動画に飛んじゃった。この緑の髪の子、どれだろう。あ、曲が始まった。全然知らない曲だけど。綺麗な声。ギターも弾けるんだ。かっこいい。この子、なんて言うんだろう。初音、ミク？ミクっていう子なんだ。聞いて、初音ミクっていう子の動画を見たんだけど、かっこよくって。この動画の歌もかっこいいな。さっきのミクの歌はかっこいい感じだったけど、このミクの歌はアイドルみたいにかわいい。同じミクが歌ってるのに、全然違う音楽がたくさんあって、不思議だなぁ。それに動画の雰囲気もそうだし、歌い方も、可愛かったり、かっこよかったり、大人っぽかったり、違う人みたい。でも、全部初音ミクなんだよね。すごいなぁ。でも、やっぱり、この曲が一番かっこいいな。ミクもキラキラしてて、楽しそうに歌ってるように聞こえて。私も、やってみたいな。ミクみたいに。私たちでミクの曲を演奏しない？ミクってバーチャルシンガーの初音ミクのことだよね。
って、ミクちゃんのこと好きだったっけ。昨日、たまたま知ったんだ。それで、聴いて、この曲。へぇ、かっこいい曲だね。でしょ？ミクちゃんも、すっごくかっこいい！でしょ？でも、演奏ってどうするの？みんなでバンドやるってことでしょ？私はベースできるけど。はいはい！私、お母さんからピアノ習ってたからできるよ！バンドでピアノってあんまり見ないな。キーボードとかにすれば？キーボードも鍵盤だよね。だったら大丈夫！私は、お父さんがギター持ってるから借りれないか聞いてみる。うわー、いっちゃんかっこいい。まだ借りれるかわかんないけど。大丈夫じゃない。いちかのお父さん優しいし。だね。あとはバンドってあとどんな楽器があるんだっけ。基本的なところだとドラムかな。ドラム、音楽室にあるやつだよね。でも私やったことないよ。あとはボーカルとか。え、歌うの？それは無理。あ、じゃあトライアングルとかリコーダーは。私にも。さすがにバンドでそれはなくない。じゃあやっぱりドラム。ごめんね、花見。急にこんなこと言って困らせちゃって。でもちょっとだけ一緒にやってみない？もし練習してみてやっぱり難しかったら違う楽器にしてもいいし。それに私もギターとかやったことないからできるかなんてわかんないけど。でも花見とみんなと一緒にやってみたいんだ。いちかちゃん。ありがとう、花見。みんなでやろう、バンド。